伝言は受け取った。どうした？ロベスピエールの信用を落としすぎた。どうした？彼が逮捕された。何？彼が国家の敵を粛清すると脅したせいで委員会が彼に反発したの。リュクサンブールの監獄に護送されてた。独裁者ロベスピエールを倒せ。なら助けに行くぞ。パリはギロチンと共に、自由のパリはロベスピエールと共に。一体何が国民へ。エリス、国民衛兵よ。何があった？ロベスピエールの護衛ね。やられた。彼を見失ったら。パリコミューンの部隊に襲われた。奴ら囚人を逃がしてた。ロベスピエールは？わからない。取り残された。撤退した。あっちだ。ありがとう。意思を見つけるんだ。もし捕まってるならリュクサンブールの監獄でしょうね。あるいはここらで身を隠しているか。市民に追われている身では遠くには行けない。監獄に行くわ。あなたは暴動を追って手がかりを探してみて。ああ、慌てるのは早い。何が起きたか調べてみる。人殺しの大社め、お逃げを。さすがに耐えます。今だとフランスの英雄だ。来たぞ、捕まえろ。ご無事で、コミューンはあなたの味方です。ありがとう。本当に助かった。さあどうぞ中へ。公開の兵士がすぐ来ます。そうだな、君なら安心してついていける。
ジェルマンから聞いてる。お前も一味だろ、アサシン。今は違う。ジェルマンはどこだ、エリス。あまり時間がないわ。ジェルマンはどこ。話すものか。なら書いて。なるほど、タンプル島ね。革命の正義をせいぜい楽しんでね。捕らえろ。